幻想的商品集、作品3は、セルゲイラ・フマニノフが1892年に完成させたピアノ独奏曲集。どの楽章も、性格的商品ではあっても、幻想曲には分類しがたく、したがって題名は、音楽形式を指しているというよりも、むしろ曲の空想的な雰囲気を反映していると、言うべきであろう。幻想的小曲集と訳す場合もある。 第3曲と第5曲については、都米後の1940年に改訂版が作られ、そのうち第3曲、メロディが大幅に書き換えられた。控えレジートも訳される。現代は、普通語でエリギー。モデラートの速度による変ボ単調の楽曲。三部形式。曲集中では最も瞑想的な気分を叩えているためか、割合に。 緩やかなテンポで演奏されることが多い。ラフマニノフ自身のピアノロールへの録音が残されているが、楽譜と異なる部分が参見される。前奏曲英破短調再現部における有名な主題本作の中で、というより、ラフマニノフの初期作品の中で間違いなく最も有名なピアノ曲。その印象から、俗に金の音などと呼ばれることもある。映破短調で、 全曲に同じく三部形式で構成されている。再現部においてテクスチュアが肥大化し印象的なクライマックスを形成する。最後の数小節における和音の移行はピアノ競争曲第2番の冒頭を連想させる。現代は、不都合でプレリュード。補聴調,調、三部形式。アダージョ・ソステヌートで演奏される、控えめな商品。現代は、不都合でメロディー。 メロディ補聴調1892年版左手がチェロのように歌い出す穏やかな旋律を右手が三連符のリズムで伴奏して始まる。中間部は開始主題に基づくバリアンテのゼクエンツに他ならず転調の繰り返しが印象的である。再現部に入る直前にテクスチュアと音量を上げ力強いクライマックスが形成される。1940年版では はゆたうような右手のアルペッジョの伴奏に導かれて、左手の旋律が始まり、火星の変更や、中間部のクライマックスと、コーダにおける、カ電差の挿入など、全般的な改変が見られる。同契約者より AA、単調、アレグロビバーチェ、三部形式の商品。短いながらも頻繁な転調により、濃密な表情の変化が、印象的。ひょうきんな曲奏は、 同契約者の名に恥じない。現代は、普通語でポリシネレ。ヘンロョ調。ワルツのリズムによるセレナーデ。ョ調ではあるが、チャイコフスキーの憂鬱なセレナードとは異なり、浮かれた気分で占められている。現代は、普通語でセレナーデ。ありがとうございます。